銅板画に打ち込めば打ち込むほど蝕まれていく体。銅板画に魅せられ、銅板に全てを捧げるように、ひたむきに自らの存在を刻み続けた版画家がいました。菊池玲治。1967年から68年にかけてのわずか1年余りの間に60点もの作品を作り、立て続けに賞を受賞、注目を集めました。しかし22歳で急逝します。もうその当時すでに菊池玲治は伝説的な存在で、とりわけ銅版画をやろうとする若い人は、あの菊池の独特のテクニックですね、あのテクニックをどういうふうにしてやったのかということに非常に強い関心を持って、いろいろこう実験的な真似をしたりっていう人も結構いました。人間というのはこんなに短期間のうちに、表現方法が変わることができるのかなっていうような、なんか洗練されてしまっているし、無駄なものはないし、なんかもう線がこうなんか凝縮されていて緊張感があって、伝説の版画家菊池玲治の世界を紹介します。こんにちは、新日曜美術館です。今日取り上げる菊池玲治、1960年代一陣の風のように颯爽と現れて、そして消えていった伝説の版画家とも言われるアーティストです。ダンさんはご存じでしたか？私その時代生まれておりませんのでそうですか、冗談です。60年代ね、はい、はい、あのでもね、22歳で亡くなっていて、はい、制作期間がわずか1年とちょっとですか。そうなんですよ、ね、すごい人がいたものですね。その本当に短い制作期間だったんですけれども、60年代後半版画の公募展ではこの菊池の亜流がかなり目立つほど知る人ぞ知るという存在だったんですよね。まずその菊池の版画との出会い、そしてその世界のめり込むまでをご紹介します。オブザーバー1、菊池玲治の代表作です。身体を思わせる不思議なフォルム、画面の下半分は幾何学模様や文字、虫や手の跡などさまざまな要素で構成されています。人間の生命の在り方、それを取り巻く自然や宇宙に強い関心があった菊池の世界観が表されています。ライティングレクチャー、1968年第12回シェル美術賞展で受賞した作品です。体のさまざまな器官を連想させる造形、それらを図解するようにびっしりと描かれた文字の羅列、入念に書き込まれた文字はほとんど読めません。判読不能な文字には菊池の自らの性に対する強い思いが込められています。高度経済成長に沸いた1960年代、技術革新や利益優先の中で社会に吹き出る矛盾を若者が自分たちの手で変えようとした時代でした。
そんな熱気に包まれた1965年、菊池は上智大学の経済学部に入学します。子供の頃から絵を得意としていた菊池は、美術研究会に入部。次第に真剣に絵を描いていくようになります。菊池礼二君は眼鏡をかけていて、非常に繊細そうな感じは受けましたけれども、いつもとにかく身なりはすっきりしてるし、都会的な雰囲気はありました。で、その頃からも演劇とか音楽とかそういったことに非常に詳しいところがありまして、何か真面目なことを話そうとするときはもうキラッとこう目の奥が光っているというような感じで、そういう青年でした。マイスピリチュアルレコード。菊池は大学1年の9月から亡くなる3ヶ月前まで大学ノート3冊に日記をつけていました。試作の断片や読書の感想、絵画への思いなど、まさに精神の記録が綴られています。芸術としての絵の役割は作者と鑑賞者との間にある。つまり自己と他人の間の意識や感情といったものをコミュニケートすることにある。もっと明確に言うならば、言うに言われない沈黙のようなものを表現し、そうすることによって他人と自己との空間をうずめるということである。大学3年の初め、菊池に転機が訪れます。一台の版画のプレス機が美術研究会に贈呈されたのです。版画に興味を持った菊池は、銀座にあった日本で初めて本格的に版画を教える工房に通うようになります。顕微鏡で拡大された細胞や何かが爆発した跡を連想させる菊池初期の作品フォーレコード。菊池が版画に没頭した60年代は、日本の版画が国際的な注目を集めた最も熱い時期でした。駒井哲郎、池田正夫などの版画家が海外で次々と受賞を重ね、1957年からは東京国際版画ビエンナーレが開催。そうした版画熱を背景に、町には版画工房が設立されたのです。版画に新たな表現の可能性を求め、さまざまな若者が版画を始めるようになります。その一人、唐沢仁さんは、版画には若者を引きつけた独特の魅力があるといいます。特にプレスだったらばまたマシだけど、バレンを使う。版画の版という字は、辺という字と版という字、辺は、破片とか断片の辺ですね。それから版という字は反射とか反転とか反映とかっていう文字の版です。で、この2つの文字から成り立っているわけですが、辺の方というのは破片、つまり物質の破片ですね、物を表している。それから反というのはそれに対して反転という現象を表しているわけです。つまり物質と現象っていうものが反という言葉を形作っているわけですね。で、この反という方向、つまり物質に関わるっていうことは、なんていうんだな、その物が持っているある研ぎ澄まされたその無機的な質感っていうものに、作者がこうそれに対峙することですから、逆に言うと作者その人が物質としての範に向かって研ぎ澄まされていく。で、その研ぎ澄まされていく感覚っていうのは一種の孤独感、孤独感っていうよりももっと極端に孤立感って言っていいようなものがあるわけです。寂しく辛いことなんですけれども、非常に強い強烈な魅力というものがそこにあるわけです。
その反という言葉にはもう一つその、反射とか反転とかっていう意味とはまた別に反感というような意味もありますね。つまりその反感というのは社会に対する反感、人間に対する反感でもあるし、その人間である自分自身に対する反感というものもあったと思うんです。つまりそういうものを何かその反というものに物質にこう受け止めさせる。菊池が選んだ銅版画の技法、それはエッチングという技法でした。酸に溶けないグランドという腐食防止剤が塗られた銅版、その上を針で引っかくように描いていくと、描いた後のグランドが剥がされていきます。描かれた箇所は銅の表面があらわになり、硝酸などの腐食液につけるとその部分が溶けて溝になっていくのです。腐食液につける時間の長さで線の強弱や濃淡を生み出すエッチング、腐食による偶然性を秘めた技法なのです。菊池が初め手がけた作品はイラスト風の版画でした。リレーション1、一つの運動体のように口にくわえたチューブで不気味に連結した人々、エッチングによる細かな線描によって表されています。版画独自のイメージというものは実に腰が強い。そしてイメージは直接技法を消化していく過程でしか生まれることはないのである。それは運を伴う。ただ注意しなければならないのは、版画独自のイメージに溺れてはいけないということである。常に版画を超えようとしなければならない。菊池は絵の具を塗り重ねていく油彩画とは全く違う、シャープな線描と腐食を特徴とする銅版画にのめり込んでいきます。菊池が銅版画に強く魅せられたわけ、それは彼に生涯つきまとった病と深い関係がありました。幼い頃、扁桃腺の手術を受けた際、腎臓が細菌に感染してしまい、それ以来腎臓を患ってしまったのです。菊池は体調の不良を、自らの身体に対する違和感として、たびたび日記に書き留めています。自分自身の肉体に対して異質感を感じた。その肉体が自分のものでないような気がした。たまらずに無理やりつま先だったり手をブラブラさせてみたが、体を動かせば動かすほどその異質感は強くなっていった。酸に溶け朽ちていく銅板を見つめるうちに、自らの肉体が崩壊していく感覚が重なり合います。菊池玲治にとっての版画の魅力、それは制作過程でもたらされる銅版との一体感だったのです。痕跡を意味するトレースの連作、あえて長時間腐食させることで生まれる作者の意志の及ばない
偶発的で荒々しい造形。それを菊池は好みました。腐食による細胞のような跡は、菊池が銅板に込めた自らの肉体の痕跡にも見えます。1967年12月、菊池は手の像を版に転写したフィンガーサンプルのシリーズを制作します。転写や腐食を経ることによって生々しさが消え、造形的な存在感が際立つ手の跡。まるでうごめく一個の生物のような、菊池ならではの版画が誕生したのです。指だけじゃなくて、自分の存在すべてを銅板にこう押し付けてる感じがしますね。そうですね、はい、では今日のゲストを紹介します。作家でフランス文学者の堀江俊之さんです。よろしくお願いいたします。堀江さんはこのどういうふうにこの、彼の作品と出会われたんですか？名前も存在もですね、実は知らなかったんですけども、ある時この菊池玲児作品集というこの一冊の本に出会いまして、これは版画家が亡くなった後に、お父様がお作りになった、鹿版の作品集、自費出版、そうですね、なんですけれども、これを、まあ、僕は経歴も含めてですね、この本で菊池玲児という人に出会ったということなんですね。これをずっと見ていきますと、今この指の出てくる作品もありますが、ある一点の絵とですね、画廊や何かで出会ったというのではなくて、もうすでにこの世にいないということを、まあ、そこで知らされたんですけども、作品をずっとこう眺めていくと、独特の音楽のようなものが流れているなと思いまして、ぜひそのオリジナルを見たいというふうに思いまして、それで縁あって見せていただいたという。オリジナルをご覧になったのはいつ？昨年になりますね。はい、はい、それで昨年ご覧になった絵っていうか、その版画が今こちらにスタジオに、持ってきているんですけれども、こちらフィンガーサンプル、はい、版画ですね。どういうところに魅力をお感じになりました？そうですね、流れの中で見てもやはり面白いと思うんですけども、この一点だけで言うと、そのまずもちろん手ですよね、フィンガーというよりは手全体のこう一部と言ってもいいと思うんですけれども、これが何かちょっと見によくわからないっていうのか、手なのか、それとも植物なのか、あるいは何か茎というのか、球根のようなものからですね、何かが生えているのか。でもよく見るとやっぱりタイトルからもう、まあ、手であるということが分かってくると、でそれを見ていると、何かこうこの手の形がですね、とっても柔らかくて、祈りを捧げているの人の手のようにも見えますし、それから手指だけが独立して何かこう動いて、何か伝えようとしているようにも見えるし、非常にこう動きがあるんですけども、今の祈りという言葉から連想されるように、なんかとっても静かなものがある。だから、動きと静止している何かっていうのが共存していて、それが、まあ、これトレースっていうふうに出てますけれども、何か痕跡をですね残して、
行くその動きと、それからあのサンプルというのか、命を抜いてしまった見本のような、その形骸のようなあのものがですね、そこに刻まれていると、これとてもあの印象深く感じました。やっぱりこう若い人間が書いた、作った作品だなっていう感じですか。あの年譜をですね、もちろんその時に見てあの感じ、事実としてね、亡くなったってことは分かったんですけども、まあ、そういうこととは別にあの作品だけ見ると一つ完成された世界がもうここにあって、ということからあの興味は始まるんですけども、やっぱ今言ったようなその動きと静止っていうのはあのやっぱり なんて言うんでしょうね、成長過程にある人が、僕も含めてですけど、おそらく、あの何かやっていこうとしている人が必ず、まあ、あの繰り返し行うものであるし、若さというよりは、あの何かをこう持て余している感じですよね。すごく落ち着いた感じがある一方で、まだ何かこう、この指を持ってしても掴みきれない何かがあるというか、どんなに指を重ねても掴めないものがあるというか、そういうものに向かっているイメージが強くあって、それが若さと結びつくのかどうかは実はよく分かりませんが、銅版画に没頭し始めて間もなく、菊池玲治はある決心をします。大学3年の頃の秋ぐらいだったと思うんですけれども、彼が真面目な顔をして、話があるからちょっと一緒に来てくれという話になりまして、学校に残るつもりがないということを言って、どうすんのっていう話をしたら、エッチングをやってその専門家になりたいということをはっきりとそこで言ってました。まあ、3年生ですから、あともうちょっといればね、卒業もできるんだから、それをそのぐらいしちゃってもいいんじゃないのっていうような話をちょっとしたんですけれども、彼はそんな時間もないっていうようなことを非常に強い意志を込めて話してくれたということがありました。1968年3月、版画制作に専念するために大学を3年で退学する菊池。アリゲーターメッセージはちょうどその頃、日本版画協会の新人賞を受賞した作品です。身体をめぐるさまざまなイメージが、洗練された腐食のテクニックによって一つに融合されています。この頃、菊池は版画にかける決意を言葉にしています。先月から自分の行動を支配するべく、あらゆる手段を講じて自分に最も忠実な一つの死を選ぶのである。すると必然的に一つの生を選択する必要が生じる。ようやく選択すべき生の姿がおぼろに見えてきたというわけである。そして今この手で美を二次元に定着させる段階に入ろうとしている。この行動が私を、私のみの死に導くであろうことを確信しつつ、新しい年を迎える。銅版画に没頭すればするほど死に近づくという覚悟。菊池が好んで取り上げたドアというモチーフ、そこには菊池の生と死に対する意識を見て取ることができます。
36号室と書かれた扉には、まるで明るい未来に向かって広がる光り輝く風景が描かれています。しかし45号室と書かれた扉に浮かび上がっているのは、死を思わせる不吉な人影。3月、菊池は画面全体が文字で埋め尽くされた作品を描きます。レクチャー、この作品は現代の日本美術を海外に紹介するジャパンアートフェスティバルに入選しました。描かれている文字はほとんど読むことができません。菊池は一見普通の文字のようでありながら、意図的に誰にも読めないように描いています。読めない不思議な文字は以後ほとんどの作品に書かれ、菊池の最大の特徴となります。この時期全く日記をつけていない菊池、まるで心に湧くさまざまな思いを読めない文字に託すように銅板に刻み続けています。制作は無理のきかない体を押して夜を徹し進められました。東京町田市立国際版画美術館、版画専門のこの美術館には菊池玲児の作品24点と銅版の原版55枚が所蔵されています。加藤清美さんは銀座の版画工房で菊池に銅版画を教えた版画家です。文字のようなものが書かれてますね。そうですね、私はこのね、あの作品を見た時にいつも思うんですけれど、もうこれは誰かが読んで分かったのかなというふうにいつも思うんです。でも読めないということも知ってるんですけれど、なんでそう思うのか、それはやはり作品の力で我々に訴えかけていると思うんですね。我々は言葉、日々言葉によって支配されている、言葉の重要性というものは分かりながら、もし自分の中に死の予感、死というものが頭の中にこう広がっている、そういう場合にですね、果たして言葉の意味、言葉の契約、そういうものが果たして何の意味があるんだろうか、あまりにも無力なんではないか、彼はそういうふうに思ったんじゃないでしょうかね。だからそういう時にこの読めない字を書くことによって言葉の意味を徹底的に消し去ろうとした。そのことによってじゃあ何を伝えるかっていうと、やはりそこにこの自分が存在してたという一つの実在みたいなものをそこに提示する、生きてる証拠としてですね、やると。それは読んでどうこうという問題ではなくて、自分がそこに書くということで自分の実在をここで証明しようとしていることだと思うんですね。あらゆる既成概念から解き放たれ、ただそこに存在していることを示したい。その筆跡からは菊池が対面していた問題や緊迫感が読めないことによってより強く伝わってきます。
菊池が読めない言葉をひたすら刻み続けた銅板。しかし銅板それ自体は作品ではありません。銅板は作品と作者を映す鏡のようなもの、両者の間に横たわる不可思議な存在なのです。この鏡のような銅板に版画家はイメージを映し刻みます。出来上がるまで決して姿を現さない完成作を夢見て。菊池にとって銅板とは常に自らの存在を反射し実感するための鏡。死の予感の中で作品という生を共に生み出す心強い分身だったのです。脇腹がひどく痛いが、これは間もなく腹の中にザクロが繁殖するお告げのようなものだ。人間は本当に生きているという確証はあるのか。時間が決めることではない。俺は知らず知らずにそれを証明しようとしている。俺の目から見れば、宇宙の万物は皆サンプルだ。68年6月、時間を惜しむように菊池は6点もの版画を制作します。オブザーバー2。オブザーバーとは観察者を意味する言葉です。菊池は自らを一つの症例サンプルとして冷徹に観察します。そして自分の肉体を通して得たイメージを銅板に刻印したのです。それは生命の不思議さやそこから浮かぶ宇宙の神秘といったイメージでした。菊池の描く体の器官は彼自身のものであると同時に普遍的な生命の姿なのです。7月、銅板に不吉なドクロのイメージが繰り返し浮かび上がります。頭蓋骨の断面が変化していく過程を描いたライティングプロセス、シェル美術賞の3等を受賞します。縦50センチ横幅が1メートル近くある、これまでにない大作です。不気味なイメージでありながら流動する強いエネルギーが感じられます。菊池が実際に彼が直接彫った、銅板があるんですけれども、この破片というものは、作家がこれを描くときに、描くというか銅板画の場合は彫ると言いますけれども、彫るときに一種彼自身の内面を映す鏡のようにも作用しているわけです。それはそこに覗き込まれたものっていうのは恐ろしい彼の、短い未来でもあったわけですね。つまり、自分自身の病気が自分の肉体を滅ぼすであろうという予感の中にいたんだろうと思います。でその予感っていうのは逆に言うとこの藩というものが彼に囁いていたかもしれないですね。つまり藩を掘ることでもって研ぎ澄まされていく彼自身の神経というものが嫌おなく彼に死というものを突きつけただろうと思うんです。でそこには恐ろしいようなその一致感、肉体と精神と藩というものの一致感というのがあるんだけれども、
それが幸福なことだったかどうかっていうことは、誰にも言えないんですが、僕は幸福なことだったと、つまり版画家としてある種の嫉妬感を持ってそう言いたいと思うんですが、痛ましい彼の版画に関わっている時間なんだけれども、やはりそれは同じ版画家として非常にひしひしとその時の痛覚、菊池自身が感じていただろう痛覚とか、それからその痛覚ゆえの高揚感ですね、版画家ならではの幸福感っていうものも感じることができるわけです。それゆえに菊池玲児という人のはもう版画家の中の版画家って言って良いのではないでしょうか。これだけ見事にその版画というものとの一致を生きかつ死んだ作家というのは他にいないように気がします。9月の末、菊池は突然倒れます。入院しておよそ2週間、1968年10月6日、尿毒症のため22歳の若さでこの世を去ります。自らの存在を見つめ、湧き上がるイメージをひたむきに銅板に刻み続けた版画家菊池玲児。かつて彼の語った通り、その死は銅版画に捧げられました。重たい銅板を下げて、その駅まで行くもんですからね、なんか大変、親から見てもね重くないかなと思ったり、それがだけどこれほどね打ち込んでるっていうふうに理解が足りなかったっていうかね、そんなにその姿だけがまあちょっと覚えてるんですよね。倒れた後はね、もうまだやることあるんだみたいな、そういうふうなことですよね。それで最後に版画を浸すなんで、あれを特別注文で頼んで、その対策っていうか、なんていうか、今までやったことがないようなエッチングとしてはね、それをやろうって思ってたらしいのね、自分の体力も考えないで。だからまあ思い残したことはたくさんあるんでしょうね。としてはまだやりたいことたくさんあったでしょうけども、なんとなくこう見てると銅版画に命までも吸い取られちゃったような感じしますね。それにしても読めそうで読めない文字なんですが、はい、ここに、まあ、菊池の代表作と言ってもいいんでしょうか、はい、ライティングレクチャー実物来ておりますけれども、いかがですか、この読めそうで読めない。そうですね、レクチャーってあるのに読めないっていうのは一つの矛盾なんですけれども、読めない文字、確かにその読めない文字ですね、それ最初に僕が見た時は何かこうザクロというイメージもありまして、内臓のイメージですよね、ザクロっていうのかね、うん、ですからお医者さんのカルテのように僕は最初見たんです。カルテの文字って普通は、まあ、お医者さんには失礼なんですけども、読めない、脇から見ていて一体何が書いてあるんだろうという、そういうことなんですね。だけど最初から意味を持たないように書いているその言葉、直筆ではないですね。しかもその先ほど鏡という、版画鏡という話がありましたけれども、鏡を映した通したその文字が読めないにもかかわらず、なぜこちらに言葉を促すのかっていうのが不思議なんですよ。読めないように書いているのかどうか、つまり読めないものを書いていながらその意味をこう剥ぎ取った言葉のこう形ですよね。これがまあ楽譜のようになっても見えるんですけど、それが見る人に逆にもっと濃い言葉を
語ってくれと言ってるような気がしまして、そこが一番打たれるところですね僕は。でそのザクロはまたこれ言葉遊びでよくないんですけどもね、そのドクロが出てきますから、ドクロとザクロっていうのはもしかしたら死の予感という連想があったかもしれない、菊池の読めない文字の中には少し読める筆記体ではなくてですね、きちんとしたローマ字で書いてあるものの中には、なんとなく面白そうな文言もあるんですね、ですから、ひょっとするとこの見えない文字の中にもそういうザクロドクロというような言葉遊びに似たようなですね、自分をこう見つめながらオブザーバーとして見つめながらやっぱりちょっと突き放して、でも時々茶化すというのか、深刻になりすぎてるぞっていうところと、それから深刻になってもいいじゃないかというその対話みたいなものを引き出す、そういう装置がこの文字に入ってるんじゃないかと思います。菊池礼二は死を選んで生にその死を食い破らせるというふうに堀江さんお書きになってますけれども、その菊池礼二にとっての生の方って、生っていうのはどういうことだったんでしょうか。やっぱり掘ってるその時その時間っていうのは、先ほど事故との対話というのか、非常に神経が研ぎ澄まされたっていう特別な時間であるというふうに話がありましたけども、そこにやっぱりあったんじゃないでしょうかね。掘っている間ですよね。 そして盤に託して、すり物として出てくるっていうのは、むしろそのもう一つの性というのか、誰かに託して、受け渡した感じの性という気がしますね。掘っている最中の緊張感の高まりっていうのがやっぱり一番純粋な性であって、風のように現れて、そしてわずか22歳で消えてしまった菊池ですけども、その後没後およそ40年経った今、その菊池の作品、あるいはその菊池という版画家をどんなふうに評価されますか。若くして亡くなったということは、これは僕が関わっている文学の世界にも時々若くして亡くなったというのはね、何かこう宣伝のための文句のように使えることがあるんですけども、そういうこととは全然違います。自分の世界を一つ確実に作って、そして去っていった人ですから、それはまあ一人の半額ですよね。そして性をこう研ぎ澄まして、自分の性っていうのを見つけようとしたその現場に絵を見ていると立ち会うような気がするんですよ。いつまで経ってもそれが22歳の菊池礼二が死ぬ間際に戦っていた世界に連れ戻されるというのか、それは言葉の意味というよりはその現場の感覚ですよね。犯に向かっているその人の後ろにすぐ自分の目が行っているような、そういうこうドキドキした気持ちと緊張感と、それからこの先本当にやっていけるのかという不安とですね、それ全部ないまぜになって自分の中に来るという、そういう力がある。だからその22歳というのか、若さというものがある、そこに関与するとしたらば、そういうその現場の要するに若くもならない、それ以上若くもならないし、それ以上年も取らない、その時だけの年齢の輝きというのか、そういうふうに思いますね。ですからそれは40年経った今でも、それは40年前のものというよりは今の22歳の若さっていうことだと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。